いやー、前回からのパートから旅取りで行きたいと思います。刹那圭介だよ。続き、廃墟から出て行った時の5人のセリフです。どうぞ。ふう、本当、いつもは怖がってるくせに、強がってるくせに、茜はビビりだな。建物を出て少し離れると、隼人はそう言いながら茜をからかい始めた。うるさいわねー。しょうがないでしょー。まだ落ち着きを取り戻していないのか、赤井の肩は少し震えている。おお、かわいい。でも、これでもう大丈夫だねー。結構落ち着いとるな、お前。お前結構落ち着いとるな、お前。ゆかがそう言うと、急にたかしが、あ！と声を上げる。何？どうしたの？いや、それがさ、カメラが見当たんないっていうか、お前案外さ、そういうボケたところあるんやな。真面目じゃんかと思ったらさ、結構さ、そういうなんかトラブルメーカーなとこあるんやな、お前。そういえば、私が返そうとした瞬間、赤井が叫んだから、あの時に脅してしまったのかもしれない。ああ、イリナちゃんのせいだった。高橋くんのせいじゃなかったな、これ。なんかごめんな、高橋くん。隼人が困惑気味に尋ねる。マジかよ。どうする？トイに戻るか？悪い。あれ、姉ちゃんのカメラだから、なくしたら殺される。やばいやん。多分戻ってもやばいことになるんやけど、そのまま帰っても高橋くんはお姉ちゃんにやばいことになるんやな。ああ、たかしの姉ちゃん、怖いもんな。とはいえ、茜は絶対に戻りたくないという顔をしていたので、それを見て、隼人は、じゃあ、俺とたかしだけで行ってくるわ。ちょっと待ってて。そう言って、たかしと二人、空き家へと戻っていった。すぐに見つけて戻ってくるだろうし、木陰で休んでよ。私たちは道の脇に腰を下ろして、二人が帰ってくるのを待った。しばらく待っているが、二人は、なかなか帰ってこない。どうしたんだろう。ゆかが心配そうに声を漏らす。二人が戻ってこないのは気がかりだが、もう一つの気がかりが雲行きだった。携帯を取り出し、時刻を確認する。午後3時55分、帰りのバスは5時ちょうどだったはず。それを逃すと、その次は7時15分だ。雲の感じからして、いつ雨が降ってもおかしくないような、そんな空模様になっている。今日の天気予報は一日中晴れと聞いていたので、私たちは傘を持っていない。このまま雨が降り出したら、矢が王って読むかな、これは。でも、あの建物に戻って雨宿りしないといけなくなる。バスの停留所には雨をしのげるような場所はなかった。あの建物の中に本当に何かがいるなんて思っていない。私は自分の目で見たものしか信じないし、そもそも幽霊だの宇宙人だと言った非科学的な存在は信じていない。だから私としては、あの空き地で雨をやり過ごすことぐらい、何の問題もないのだが。ですよね。やっぱ茜ちゃんまだ怖がってる。茜は、そうはいかなそうだった。そうこう考えてるうちに、パラパラと雨が降り始める。ねえ、怖いかもしれないけど、このまま雨に打たれるわけにもいかないし。剣先って読むか？剣先でいいから雨宿りしに行こう。そうよね。ごめん。ただの見間違いにこんなにビビっちゃって。わ、雨強くなってきた。茜がうなずいてくれたので、私たちは急いで空き地まで移動した。ていうか、あの二人何やってるのよ。空き地の剣先で雨をしのぐ。
赤荷が怒鳴った口調で文句を垂れる。こんなに待っているのに来ないなんて普通じゃないと思いながら時計を見ると、二人が空き地に戻ってからまだ15分しか経っていなかった。私ちょっと見てくるよ。え、でも大丈夫、二人はここで待ってて。多分あいつら隠れて私たちが家の中に入るのを待っているんだと思う。それで脅かす気だよ。なーに？そうかな。たかしはそんなキャラじゃないが、ハヤトはそういうことを平気でやるやつだ。きっとたかしも乗せられているに違いない。そういうわけで私は一人建物の中に向かうことにした。そんなムードじゃないな。緊張しつつ私は一人建物の中に入ってアドリを見回した。入り口付近に人気はなく、仕方ないので奥に進むことにする。暗い室内、外の音は雨戸や、窓に遮断されて、さっきまでうるさかったセミの声さえ今はほとんど聞こえない。大丈夫、別に怖くないし、心の中でそう繰り返す。そうさ、何を怖がる必要がある。もともと心霊現象なんて信じていないし、不審者についてもさっきたかしが言った通り、こんなところにいるわけがない。でも、もしもだ、もし不審者が大量の食料を買い込んでこの建物の奥で潜んでいたとしたら、そうでなくても別の入り口があって、私たちが歩いていない場所に潜んでいるとしたら。いや、やめよう。下手な想像をして勝手に怖くなるのはやめよう。一人薄暗い建物の中を歩いていく。少し歩くと、さっき赤荷が何かを見たらしい場所にたどり着いた。デジカメを探すならここしかない。それなのに高志の姿もハヤトの姿もここにはなかった。そうよな、あのカメラが落ちたところを探せばいいのに、なんでここを探さんのかって話やな。ハヤト、タカシ、多分俺がおったらさ、せつなけいすけでってなるんだろうが。まあそれはどうでもいい。できるだけ大きな声を出そうとしたが、口から出たのは情けないくらい小さなものだった。なんだ、私はビビってるの？きっとそうなのだろう。幽霊やその類のものを信じていないとはいえ、こんな状況に置かれて全く怖がらない女子高生がいるのなら連れてきてきてほしい。そのまま何度かそこで名前を呼び続けては見たものの、二人は返事をしてくれなかった。そういえばさっきの高志の言葉で思い出し、私は携帯電話をポケットから取り出した。そのままひっくり返して持ち、その光を床に当てる。なんだ？すると、埃の上に靴の跡があった。それは先の方まで続いている。え？つまり足跡で。二人がそっちに行ったってことか。どうする？行くか。戻るか。戻って待っていれば、そのうち二人ともしびれを切らして戻ってくるはずだ。もしいつまで経っても戻ってこないようななら、警察に連絡した方がいいかもしれない。いや、考えすぎか。というか待てよ。そういえば私は今何を持っている？そう、携帯じゃないか。最初から二人に電話をかければよかったんだ。案外そういうことを忘れるよな、こういう緊迫した状況って。すぐに電話をかけようと携帯を床からこっちに向け直した。しかし、圏外
ですよね。まあなんとなくそう思っとったわ。悲しいことに電波は一歩も立っていない。まあいいか、とりあえず戻ろう。そう決めて私は来た道を戻ろうと振り返る。すると、あーで、これ高橋じゃね。うわ、あまりの驚きに尻餅をつく。だ、たかし。立っていたのはたかしだった。悪い悪い。いや、ハヤトに言われてさ、脅かそうって。なんだこれ。なんだこれ。なあ、たかしくん、お前さ、別に悪気はないんだろうけどさ、なんかたまにさ、みんなを驚かすようなことになってきてないか、お前。今のやつはそうやん。何たかしくん真面目キャラの割には案外、なんか、狂犬回しみたいな、なんつうか、そんな、面白いキャラやない。何これ。なんかいいとこ取りしとんな、お前。リア充やし、頼もしいし、面白いし、ああ。なんかいいところ取りしとんだお前。悔しいよ。で、ハヤトになんか言われて二人で驚かそうってなったんやな。そんなことだろうと思ってた。あかねちゃんとゆかちゃんは外で待ってる。っていうか、あかねがこんなに怖がっているのにこういうことをするのどうなの。まあそれは確かにそうだな。でも言い出したのはハヤトだからな。そのハヤトはどこよ。え、ハヤトならそっちの部屋に。そう言いながらタカシは奥の部屋に向かっていく。だけど奥の部屋を覗き込んだタカシは不思議そうな声を上げた。あれ、どこ行ったんだあいつ。タカシの後ろから私も奥の部屋を眺める。部屋は空っぽで奥へと続く襖が開きっぱなしになっていた。まさかあいつ奥まで行ったのか。開けた声でタカシが声を漏らす。早く見つけよ、5時のバスに間に合わないと厄介だし。まあそうだな、どうせ俺とイーナをびっくりさせようっていう魂胆だろう。手伝わせておいて手伝ってもらった人間に驚かそうっていう、はやちゃんのちょっと意地悪精神か。はやたのやりそうなことだ。たかしは奥に向かって歩き立ちながら私にこう続けた。あいつが驚かしてきたらもうちょっとかわいい驚き方してやんなよ。さっきのはちょっとな。うるさいな。たかしくんちょっとおもろいよ、今のおもろいよ。奥に向かって歩いていく。すると2階に続く階段があった。携帯の光で階段の埃を確認する。上に向かってるな。仕方ないので行くしかない。2階に上がると一番奥の部屋の戸が少しだけ開いていた。たかしと一緒に恐る恐るそこへ向かっていく。ギシギシと床のきしむ音が不気味に響く。ハヤト、呼んでみるが返事はない。廊下の奥までついてしまったので私はゆっくりとドアを開いた。ヒー、なんだなんだなんだ。小さく悲鳴を上げてしまう。扉を開けてすぐにハヤトの姿があったからだ。ハヤちゃん何してんの。もうハヤト、いい加減にしてよ。いるなら返事してよね。ハヤトはこっちに背を向けている。私はその肩を掴んでこっちに振り向かせた。え、ハヤちゃん、何そのポカーンとした顔。ハヤト、様子がおかしい。どこかぼーっとした顔つきで、極って読むかな、
曲を見つめている。すると隼人は今になってようやく私に気がついたのか、おう、イリナ。わ、悪い悪い。そう言って、いつも通りの顔つきに戻った。ハヤト、こんなところで何してんだんだ？怪言な顔だってやったっけな。視聴者さんのコメントで、怪言って読むんですよって言われたような気がする。な声で、テガシから尋ねる。ハヤトはまたぼーっとした様子を見せたが、すぐにいつも通りに戻り、いや、お前ら脅かしてやろうと思ってさ。お前な、そういうのやめとけ。もう俺らがどんだけ心配したかと思っとんか、お前。そう言いながら笑ってみせた。とりあえず、ここから出よう。デジカメは見つかったし、外の二人も心配しているだろうし、あ、デジカメは見つかったんだ。ならよかった。そうね。タカシの言葉に従って、私たちは来た道を戻り始める。ハヤトはまたさっきの場所に未練があるのか、時折後ろを振り返りつつ、後ろをついてくる。その様子がなんだか無性に気になった。だ、出てこれたんか。もう遅かったじゃん。外に出るともう日が傾き始めていた。通り雨だったのか、もう雨粒はなく、雲の切れ間から赤くなり始めた太陽がこっちを覗いていた。時計を確認する。時刻はもう4時半だ。まだ時間はあるけど、とりあえずバス停に戻ろう。いい加減もうこの場所の雰囲気にはもう慣れたが、早めに立ち去りたいことに変わりはない。心霊スポットだと言っても、特にハヤトとの距離を縮めることもできなかった。まあ、それはいいか。山道を下りながらバス停を目指す。駅とは違い、みんな口数が少なかった。そりゃそうだろうな。あんだけ持たされたり、あんだけ驚かされたりしたもんな。おかげで、夕闇に包まれた山の中は、背筋を凍らせるような雰囲気があった。楽しかったか？と聞かれれば、大変微妙である。茜は何かを見てしまったようで、まだ複雑な顔をしているし、隼人もそうだ。なんだか、心ここにあらずな様子で、私の後ろを、のっそりと歩き続けていた。バスに乗り、しばらく進んだところで、あかねがあることに気づく。あれ？そういえば、ハヤト、紙袋は？あ、そうや、紙袋持っとったな、ハヤちゃん。あ？あれ？あかねに言われて、ハヤトは自分の座席付近を探し出す。それでも見つからないのか、今度はカバンを開けて、中身を確認し始めた。ない。嘘だろ。残念そうなにうなだれるハヤト。そんなハヤトはいつも通りのハヤトで、それを見て安心したのか、みんなだんだんといつも通りの電車に戻っていった。そんなんでいつも通りの電車に戻っていったん？なんかハヤちゃんがかわいそうです。っていうか、私マジで何か見たと思うんだけど、何だったんだろう。あれ？さっきの怯えた様子とは打って変わって、明るげにそんな話を持ち出す茜。どうせ気のせいじゃないのか？違う、本当だって。何か言いたいもん。怖っ。きっと街の明かりが見えてきたから安心したのだろう。もう茜は元気いっぱいだった。よかったよかった。俺も見たかも。すると突然、今度はハヤトがそんなことを言い始める。え、見たって黒い影よ。ユカの質問にハヤトは首を縦に振って答えた。そしてそのまま話を続けていく。
はい、今回はこの辺で時間が来ましたね。ここの辺でしましょう。もうこのちょっと気になる話は次のパートにしましょう。はい、というわけでセーブ、はい、セーブ。気になるな、流行っちゃえば何を見たのか。気になる方はまた次のパートも見てくださいな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け